どうも、月刊地図編集長のやすです。んじょぼ。はい、始まりました。しゃ今日は、郷土愛です。よいしょ。こちら、桜草、可憐に優しく、剣の花ということで、今日、埼玉県、埼玉市、西浦和の桜草公園に来てます。よっ。この公園が、桜草の自生地なんですよ。で、これ国の特別天然記念物に指定されてるんですね、この桜草は。しかもなんか大正何年かに、そうそうそう、なんかその天然記念物っていうものが制定された最初のもの、第1号の中の一つ、そうか、桜草なんだ。そう、これがここらしいです。ここなんだ、すんごーそうなんです、すんご、まあ、なんか埼玉県民にさ、桜草って聞いてはいたけど、うん、どういうものかよく分かんなかったもんね。確かにね、見たことはないかも。こんな感じらしいんですよ。見ちゃったモザイク入れとけよ、ここは。入れとけ。もう現在地ここでこのもう左、こうちょっと振って向いたらもう実際地なんですよね。真っピンクになってるね、その家だと。早速行ってみましょう。楽しみですね。それでは行きましょう。月中いや、もうこの向こう見たらもうすっごいから、どこに咲いてんの、これ。なんかでも真ん中もあそこ歩けるみたいだよね。あ、じゃあそっち歩いてみようか。歩いてみようよ。あ、いろんな、ここのやつも咲いてんだ。あ、なるほどね。だから青々としてたわけだ。桜草か桜草属の多年草すごいね。確立してるね。確立してる。自分を確立してるよ、ちゃんと。ちょっと実物みたいな。実物もう早速ね、チラッと見えるわ。あ、ほんと？うん、これかい？これだよね、うん、これだよ。いや、これだよ、絶対そうだよ。綺麗。でもめっちゃ可愛いな。ちょっと、お願いします。おー、かわいい。ドアップで、ドアップでいっちゃおう。かわいいですね。かわいくない？めちゃめちゃ可愛い。なんか何個か咲くんだね。やっぱ桜みたいな形してるから桜草なのか。ハートの形してる花びらがさ、ね、ハートじゃん。かわいい。あ、向こうにいっぱい咲いてる。桜草の花言葉は初恋だそうです。あら、いやー素敵なんか4月だからふさわしいね。そうだね、なんか出会いの季節、出会いの季節だから、ね、こことか結構咲いてるよ。やっぱりそのすごい地面とかっていうのはないんだね。逆にいいよね、こっちの方がいいかもしれない。自然らしいよね、うん、いやまあ今日はこんな感じで早っ。ロケ時間15分ぐらいだよ。いや、桜草取れたかないんすよ。もう再生回数取れないと分かっていても取りに来ると。そう、罰ゲームだもんそうだよね。そうか、元を正せばね。そういうことじゃないんだよ。元を正せばね。小学校ぐらいの時にカルタやっててさ、桜草ってなんだろうって思ってたけど、うん、あれから約20年後こうしてリアルな桜草をね見れてよかったよ。確かにね。あ、確かに桜草のイメージが正直違くなかった。だからちょっと俺の中でも確かにあんな可愛い花じゃなかった。うん、俺あんな色濃くないと思ってたもんなるほど、淡い桜、そう、桜のように淡い感じだと思ってたんだけど、俺ワンちゃんあの絵を見てさ、うん、雑草みたいな花があ、でもなんかあの絵なんか咲き足りてないよね。咲き足りてない。いや、やめろ作者がいるんだから小学生描いてんだからやめてあげて。見たことあんのかな、ほんとに見て描いてる。おー、やだ怖い。あ、お、すごい綺麗。すごい綺麗、綺麗に見えるね。もう最後の桜草スポットじゃないですか。やっぱ背が低いの、背が低いんだね。あ、蝶々行っちゃった。月中そうなんですね、案内してほしいんですけど、うん、してやる。え、マジっすか。ちょっと動画回してもいいですか。これはダメっすか。
いいですか。ありがとうございます。ちょっと桜草全然わかんないんで、うん、どういう花なのかとかちょっとお伺いしたいんですけど。はい、桜草はね、はい、環境庁のね、はい、準絶滅危惧種になってるんですよね。はいはいはい、それで文化財としてね、文化財としていいですか、指定されてから、はい、去年で100年経ったの。へえ、あ、100年ですか。すごい。すごい。それで100年経って、はい、去年は100年の行事をいろいろやる予定だったんだけど、あ、だけどコロナで全部中止になっちゃう。はい、ああ、そうなんですね。今年は101年だね。あ、それで、昭和50年かな、はい、で特別天然記念物になったんだけど、はい、特別天然記念物っていうのは特別なんで、はい、例えば佐渡の時だとか、はい、阿寒湖のマリモだとか、はい、そのクラスなんですよ。すごい、すごいクラスってことですよね。そうそうそう、全国でここだけですからね。あ、やっぱそうなんですね。自生地なんで、はい、他の草が茂っても自然のまま保たなくちゃならない。あ、だから他のも咲いっぱいある。他のも、うん、だからもっと雑草取れって言われるんだけど、はい、その取ることができないんですよね。はいはい、ただ外来植物だけは取ってますけどね。あ、はい、やっぱ生えちゃうんですか、外来のも。環境庁の許可を受けてるんだと思うんだけどね。だからさっきのあっちの方たちが管理してる、なんか管理してる人、なんかやってますよね。大学の生徒たちがあそこへ。あ、そうなんですね。委託して調査して、調査とかやってるんだけど、あの中の桜草の本数を数えてるんですよ。それで毎年数えてて、増えてるとか減ってるとか、はい、全体が増えてるか減ってるか推計してる。ああ、そうなんですね。で、うん、ここんとこね、減ってるんですよ。減っちゃってるんですか。うん、ずっと減ってんの。で、僕らはこんなに頑張ってるけど、はい、おお、すごい、守る会だ。いいですか。うん、で、これボランティアなんですよ。はいはいはい、うん、40人ほどね、あ、会員がいて、うん、それで私が会長。おお、びっくりした今。びっくりした。会長さんに。すいません、意外トップに話しました。ありがとうございます。恐縮です。出会いって素晴らしいですね。もう年だからね、会長辞めたいんだけど。やめたい。もうちょっとやる人がいないんで。しょうがないかな。いい時に見に来れた。そうだね。そうそう。もうちょっと遅いぐらいだけどね。あ、そうなんです。大体どのぐらいの時期なんですか。一番ベストな、うん、まあ毎年違うと思うんですけど。毎年違うんだけど、私いつもね、4月10日前後って言ってるんだけどね。はいはいはい、今年はじゃあ、ね、早いんだ。早いの、早いで、ね、誰でも、素人でも分かるようなね、はい、見方はね、はい、ソメイヨシノが、はい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 、満開の頃、はい、この桜草もちょうど見頃なの。あ、そうなんですね。うん、ソメイヨシノと一緒にね、この桜草も一緒。ソメイヨシノが早く咲けば桜草も早く咲く。そうなんですね。そんな中で見るとね、突然変異で白花の桜草が。あ、やっぱあれ桜草なんですか。突然変異の。あ、本当だ。え、形が桜草だけど真っ白。こっち一本だけ、うん、突然変異だよね。わー、すごい。これやっぱなんか毎年咲いてるんですか。あ、これがもうその全部、毎回その色に。うん、で前、何年か前はね、1本出てたの。で、それが2本になり、3本になりね。増えてってるんですか。今11本もあるよ。へぇー。こういうことね。すごい。うん、すごいね。私が喋り出すと1時間でも2時間でも喋る。さすが会長。この管理はこの、うん、市役所でやってるんです。市役所でやってるんですね。うん、市役所の文化財保護課だからね。あ、教育委員会だから、はい、市役所の中じゃあまり力のないところ。いや、でもやっぱこういう活動を続けてる人がいるから、
こうね、今でも残ってるわけだし、まあそうだけどね、あの桜草をどんどん宣伝してみてください。はい、ありがとうございます。ご紹介いただいてありがとうございます。とても勉強になりました。月中、いやまさかの、最初のなんかこうね、俺これで終わりかなって今日思ってたんだけどボリュームゾーンありましたね今日ね、しっかりと。まさか会長に来ていただくとは。すごいよね。たまたまガチャ運良かったです。ガチャ運ガチャっていうの巡り合わせ、巡り合いがね。ありがとうございます。ありがとうございました。いや良かったですね。どうですか翔平さん、これは。いやもう今までで一番良かったかもしれない。本当ですか。説明ついてくるのなかったからね。あそこありましたよね、お魚さんのところ。ああ、じゃあ、武蔵飛び、武蔵飛びよ。そうっす。なかなかね、そういうのなかなかないないからね。いやありがたいです。本当埼玉県民はね優しい。本当にね、本当に、うん、これからも埼玉のいいところを発信していきたいと思います。この動画が良ければ高評価、そしてチャンネル登録お願いします。次回の兄弟もお楽しみに。ではまた。